テキサスのインディアン戦争は、主に19世紀半ばに起きたテキサス開拓者と、平原インディアンとの間の一連の闘争である。これらの闘争は、最初の開拓者たちが、スペイン領テキサスに移動してきた時に始まり、テキサスが、メキシコの一部であった時代、テキサス共和国として独立した時代を通して続き、テキサスが州として、 アメリカ合衆国に加盟した後30年間経つまで終わらなかった。本校ではメキシコがスペインからの独立を果たす直前の1820年からクワハディの戦士クワナ・パーカーに引きられた平原インディアンのコマンチェ族の束縛を受けていない最後の一体が降伏してオクラホマ州のシルトリで居留地に移動した1875年までの闘争を扱う。 平原インディアンとテキサス人との間の半世紀に及ぶ闘争は特にスペイン、続いてメキシコがテキサスの覇権を失いテキサス共和国、さらにはアメリカ合衆国がこれら部族に対抗してから激しくなった。アメリカ人の平原インディアンとの闘争は根深い敵意、大量殺戮、及び最後には完全制圧に近いものになっていった。 その結果は一方的だったが戦争中の暴力行為はそうではなかった。ローレンス・エスロスがピース側で子供の時にコマンチェ族インディアンに捕まっていたシンシア,アンパーカーを救出した時テキサス人のあらゆる家族がインディアン戦争で誰かを失っていたのでシンシアの救出がすべての家族の心の金銭に触れることになると気づいた。 南北戦争の間は、軍隊がフロンティアを守ることに使えなくなり、コマンチェ族とカイヨワ族が、テキサスの開拓前線を100マイル以上も押し返す、ことになった。この戦争での主たる敵対者は全てテキサスへの、比較的深山のものであり、ヨーロッパ系の開拓者は1721年頃に、中ドチェスでテキサスでの高級的開拓を始め、 平原インディアンは1750年頃にこの地域に来ていた。これまで現在テキサス州となっているところに住んだ平原インディアン部族の中でもコマンチェ族が最もよく知られているがコマンチェ族はこの地域に到着したことでは最も遅い者たちだった。その同盟者であるカイオア族とカイオアパッチ族が現在のテキサス州西部に住んでおりトンカワ族 デラウェア族、カド族、ウィチタ族及びチェロキー族が東部に住んでいた。1650年頃までコマンチェ族はワイオミングのプラット川上流に住む諸小人族の一部だった。コマンチェ族は1650年頃にはっきり区別できる集団として現れたが、これは馬を手に入れた時期と一致し、それでより良い狩猟場を求めるために大きな移動性を獲得できた。 諸長二族として移住生活をしていたことでコマンチェ族は南の平原に現れそこからは南のアーカンザス側からテキサス中央部に広がる広大な地域に移動したこの期間三つの理由で人口が劇的に増加した一つは頼れる食料資源としてバッファローが多量にいたこと二つ目は諸長二族の移住者が流入したこと三つ目は ライバルの集団から多くの女性や子供を捕獲して仲間に入れたことだった。コマンチェ族は決して単一の結合力のある部族集団を形成することはなかったが、一ダースほどの自治的集団に分かれ、その12の体の中に45ほどのはっきりとした種族があった。これらの集団は同じ言語を話し同じ文化を持っていたが、共同作業を行うのと同じくらい、 頻繁に仲間内で戦うこともあった可能性がある。1750年以前、テキサスで支配的な先住民部族はアパッチ族だった。しかし、コマンチェ族の征服でこれが変わった。1740年代からコマンチェ族がアーカンザス側を渡り始め、リャノエスタカードの領域内に地方を固めた。この地域はオクラホマ南西部から テキサス州の回路地帯を横切り、ニューメキシコまで広がっている。アパッチ族は一連の戦争の結果として駆逐され、コマンチェ族が地域全体を支配して、コマンチェリアと呼ばれるようになった。この支配地は、アーカンザス側から南に、テキサス中央部を横切り、サンアントニオ近くまで広がり、エドワーズ大地全体の西はペコ、ス川までと、北は、 ロッキー山脈のふもとに沿ってアーカンザス側に至るまでを含んでいた。1858年のコマンチェリアの地図はパッチ族を追い出した後、コマンチェ族は1780年から1781年まで天然痘の流行に襲われた。この流行は大変厳しいものだったので、一時的に襲撃を中断し、いくつかの氏族は解体された。 1816年から1817年の冬に2回目の天然痘流行が起こった。推計によると、コマンチェ族人口の半分以上がこれらの流行で殺された。一人のカイオワ族選手が1790年の秋をコマンチェ族と過ごした後で、コマンチェ族は実質的にカイオワ族とカイオワパッチ族と統合した。 この一つの事件から三つの部族は実質的統合を果たした。歴史家のフェーレンバッハはこの統合がアメリカ人開拓者の侵入から彼らの両場を守る必要性から起こったと考えた。まず、カイオア族とコマンチェ族が両場を分け合い戦争の時は統合することで合意した。カイオア・パッチ族はカイオア族の同盟者であり、結果的にその同盟に加わった。 最終的に三部族は同じ両場を分け合い、互いに自己防衛に当たることと戦争の時の同盟に合意した。イギリス系開拓者はスペイン支配の終わる前にテキサスに来ていたが、植民当局が奨励していたのではなかったので、その数はかなり限られたものだった。スティーブン・オースティンはスペインからテキサスの土地利用許可を得た数少ないアメリカ人の一人だった。 メキシコが1821年にスペインから独立を果たしたとき、人口の少ない北部地域を開拓することに熱心であり、またコマンチェリアにいるコマンチェ族の支配に挑戦しようともした。政府は人がわずかしかいない地域に多くのメキシコ人を開拓者として送り込めるよう説得するのが難しかったので、イギリス系アメリカ人開拓者を採用した。 スティーブン・オースティン、テキサスの父と呼ばれる1820年代、メキシコはこの地域を安定させる手段として開拓者を求め、スティーブン・オースティンにスペインの土地利用許可を再承認する合意に達した。このことで数百のイギリス系の家族が地域内に入ってくることになった。テキサスの肥沃な土地に関する噂が広がり、アメリカ合衆国から数多い開拓者たちが、 流入してくるようになり、その多くはメキシコ政府に支配されることに何の関心もなかった。1829年、メキシコがその国土内で奴隷制を廃止した時、アメリカ合衆国からの移民はいくつかの植民地では対象から除外されるか、実際にメキシコ政府が領土内で奴隷制廃止を強制しようとする努力を回避していた。理論的に、 メキシコの当時の多くの奴隷は、年季暴行だった。このことと、メキシコシティの中央政府が領土内の政治的かつ、経済的統制を締め付けたことに関する苦情が、組み合わされ、テキサス革命につながっていった。1821年、まだ開拓者が歓迎されていた頃、フランシスコ・ルイスが、テキサス東部と中部の開拓地に一番近い隊である。 ペナタッカ・コマンチェ族と休戦交渉を行った。この休戦に続いて和平と友好の条約を作ることができ、1821年12月にメキシコシティで調印された。その12ヶ月以内にメキシコ政府がペナタッカ族に約束した贈り物を送れなかったので、ペナタッカ族はまたすぐに襲撃を再開した。 同じ理由で約束した貢ぎ物を送れなかったために、ニューメキシコのために調印された和平条約は破綻し、1823年までに戦争はリオグランデ川流域全体で激しくなった。1826年と1834年に別の条約が締結されたが、どちらの場合もメキシコ政府は同意条項を満たすことができなかった。 メキシコ政府が1835年にインディアンの逃避に対し報奨金を再承認したにもかかわらずコマンチェ族の襲撃隊はテキサスの特に新しいイギリス系開拓者を容易な餌食にした。テキサスの開拓者たちはアメリカ合衆国東部にいるおとなしくさせられていた部族に慣れていたのでコマンチェ族や海洋ワ族の軍事力に対応する備えがなかった。 開拓者に対する襲撃は大変激しいものであり、悲鳴がワシントン DC まで届き、合衆国政府はテキサスのアメリカ人開拓者を守るために干渉を試みた。1833年に合衆国の外交特使としてペナタッカ・コマンチェ族との条約を交渉するためにサミュエル・ヒューストンがテキサスに到着した時、起こったメキシコの役人は、 アメリカの外交官が自分たちの国内で先住民と条約を交渉することに反対した。ヒューストンは好ましくない外交官と宣伝され国外退去を求められた。1823年にテキサス・レンジャーズが結成されたにもかかわらず、1821年から1835年までの全期間を通じて開拓者たちはコマンチェ族の襲撃に苦しめられた。 トンカワ族とデラウェア族インディアンはコマンチェ族の宿命の敵であり、開拓者たちには友好部族であることを宣言していたので、その伝統的な敵に対抗する同盟を得ようとした。コマンチェ族はその脅威とみなしていた。トンカワ族の人肉食のゆえに特にトンカワ族を意味嫌っていた。トンカワ族が開拓者の代わりに、 コマンチェ族の肉を食べることに執着する限り、ヨーロッパ人が、トンカワ族の人肉食を批判したという記録はない。スティーブン・オースティンは1823年にはすでに、コマンチェ族が、その襲撃時に、ヒスパニックもイギリス人も犠牲者について、見境がないことで、平原インディアンと戦う、特別部隊を持つ、必要性を認識していた。オースティンは、 インディアンと戦い、辺境の開拓者を守ることで給与を払う10人を雇うことで最初のレンジャーズを創設した。間もなく開拓者たちも別のレンジャーズ中隊を結成した。テキサス共和国が作られた後もこの傾向が続き、継続的な軍隊への資源なしに、テキサスは海賊の馬に乗ってコマンチェ族を追跡し、戦うための小さなレンジャー中隊を 自分たちのやり方で作った。1836年5月19日、コマンチェ族、カヨワ族、ウィチタ族及び、デラウェア族の大戦闘部隊が、開拓者の全身基地パーカー取りを攻撃した。1834年3月に建設された、この取りは、開拓者たちから見れば、エルダージョン・パーカーが、地元のインディアンと交渉した。 和平条約を守ろうとしないインディアンから自分たちを守るために十分な拠点と考えられていた。開拓者たちにとって不運なことに和平を守ろうというインディアンの中にはコマンチェ族の部隊が入っていなかった。パーカートリデーの襲撃はコマンチェ族によって開拓者側の5人の男性が殺され女性2人と子供3人が誘拐されるという結果になり、 イギリス系テキサス人の間に衝撃が走った。この攻撃はおそらく、デラウェア族の一人とその息子たちが、馬泥棒の剣技で殺されたことへの報復だった。この事件で、デラウェア族は無実だった。またパーカートリーデにレンジャーズを置いたことで、特に、コマンチェ族とカイオア族は、レンジャーズの彼らに対する行動に組みして、 住人たちを借り立てようとしているとみなしたことへの反応だった。コマンチェ族の中のパーカーやパーカーや、特に、ジェームズ・ W ・パーカーからの報復と捉えられた、女性子供の救出の呼びかけが行われたにもかかわらず、犠牲者を救出するために立ち上がろうという、テキサス人は少なく、これは、その後間もなく、テキサス革命が起こった後も同じだった。 サミュエル・ヒューストンが自らパーカートリでの虐殺の犠牲者の一人であるエリザベス・デューティ・ケロッグの身の代金を払ったが、三人の子供たちのうち二人はその人生の大半をコマンチェ族の中で過ごすことになった。シンシアン・パーカーはピース側の戦いで捕獲されるまで25年間を過ごし、ジョン・リチャード・パーカーは見受けされたが自発的にコマンチェ族に戻った。 ジョンが、インディアンの元に戻ったことは、インディアンの部族に加わった者の,の中に、元の文化圏に戻りたがらない者がいるという、あまり理解されていない現象を表している。クアナ・パーカーが降伏した時、コマンチェ族に残っていた者たちの30%は、白人化ヒスパニックだった。ジェームズ・パーカーの娘、ラチェル・パーカー・プラマーは21ヶ月間コマンチェ族の、 奴隷になっており、後に、平原インディアンの捕虜であることについて、最初の本を表した。ラチェルは1838年にその父の努力で、公益業者が所在を突き止め、買い戻すことで釈放された。テキサス共和国時代のインディアンとの関係は3つの、段階に分けられる。サミュエル・ヒューストン政権での共和国は、コマンチェ族との交渉を求めた。 コマンチェ族は過去と同じように和平を設定するために、贈り物、交易及び定期的な対面外交という3つの主要前提条件と考えるものを与えられれば、襲撃を進んで止めるという姿勢だった。インディアンの間に良い評判を得ていたヒューストンは、チェロキー族の女性と結婚し、長年インディアンの領土内で生活し、インディアンの言葉で、インディアンと会合することを好んだ。 また、政策に関わることとして、コマンチェ族とカイオア族の同盟軍が、特にメキシコの援助を得て集結したものを破ることが、できないかもしれない軍隊を維持する莫大な費用よりも、数千ドル相当の贈り物に金を払う方が、安上がりと考えた。ヒューストンを継いだミラボー・ボナパルテ・ラマー政権での、共和国は、コマンチェ族と交戦し、コマンチェリアを侵略し、 数多いインディアンを殺させたが、神聖感もない共和国の財政を破綻させるというコストを払った。ヒューストンがその2期目に当選した時、その再選の主要因は、ラマーの対インディアン政策が完璧に失敗したことだった。サミュエル・ヒューストン・ヒューストン政権の1期目は、テキサスを独立国として維持することに焦点が置かれ、平原インディアンと戦争をする資源はなかった。 ヒューストンはその子供時代の大部分をテネシー州のチェロキー族インディアンと共に過ごしており、スコットランド系アイルランド人とチェロキー族州長、ボールズの血を引いていた。ボールズ州長は大胆な漁師を意味するディワルリとも呼ばれていた。ヒューストンは、チェロキー族が住む土地に対する権利を与えた、厳粛宣言を支持した。1836年2月23日に、 チェロキー族との条約を交渉し、ジェネラル、ボールズ州長の集落に、最初の暫定テキサス政府を作った。ヒューストンとジョン・フォーブスが、テキサス政府のために署名し、ボールズ州長、ビッグマッシュ、サミュエル・ベンジ、オソータ、コーン・タッセル、ザ・エッグ、ジョン・ボールズ、および、テヌータが、チェロキー族、ショーニー族、デラウェア族、キカプー族、クワポー族、 ビロキシー族、イオニ族、アラバマ族、コーシャッタ族、ネチェズのカドウ族、タホカルレイク族及びマタクオ族のために署名した。この条約で認められた地域には、日のスミス軍と、チェロキー軍、及び、バンザント軍、ラスク軍とグレッグ軍の一部が含まれた。またこの条約では、テキサス市民を含め部族のメンバーでない者には土地を、売ることも貸すこともできないと述べられていた。 条約の調印後、ヒューストンは、ボールズ州庁に刀、赤い絹のベストを呼び、帯を送った。共和国大統領としてのヒューストンの最初の行動は、この条約の批准を求めて、テキサス上院に送ることだった。この批准が1年間も、上院の審議で滞った後、この条約は、テキサス市民にとって、不利益をもたらすと、最終的な決定が下された。これは、 デイビッド・ジー・バーネットが、チェロキー条約の土地の中に、広大な土地を持っていたからだとされている。この条約は1837年12月26日に、無効と宣言された。ヒューストンは、大統領ではあったが、条約の規定を実行させようとして、テキサス民兵隊の指揮官である、トマス・ジェイラスク将軍に、境界線を明確にするよう求めた。 ヒューストンにとって不運なことにこれは成功せず、この件について何もできないままその任期の終わりを迎えた。ヒューストン政権の一期目におけるインディアン問題は、コルドバの反乱で脚光を浴びた。ジェロキー族インディアンとヒスパニックが共謀して、新しいテキサス共和国に反乱を起こし、メキシコに再加盟するという広範囲の陰謀の証拠が存在した。 ヒューストンは友好である、チェロキー族が関わっていると考えることを拒否し、チェロキー族の逮捕命令も拒否した。コルドバの反乱はヒューストンが、流血沙汰や広範囲の相乗なしで収めてしまった。その能力を際立たせた。ヒューストンが大統領を辞めるとき、共和国は、先住民との和平関係を維持していた。ヒューストンが、その一期目に、インディアンとの和平を確立することに、 大いに成功したとしても、テキサス共和国議会は、インディアンの土地を白人開拓者に解放する法律を成立させ、ヒューストンの拒否権も無効にした。開拓前線は、ブラゾ川、コロラド川及びグアダルーペ川に沿って、急速に北に移動し、コマンチェ族の両場やコマンチェリアの中に入っていった。間もなく、テキサスとコマンチェ族の関係は、暴力沙汰に変わっていった。 ヒューストンは和平を取り戻すための努力をし、テキサス開拓者の活力に警告を受けた。コマンチェ族はその伝統的な教会に関する概念に逆らってでも固定した教会を要求することを検討し始めた。しかし、ヒューストンはテキサスの法律によって共和国が権利主張する土地をいくらかでも譲ることを禁じられていた。それでも百三十八年には、 コマンチェ族との和平を達成することができた。ミラボ・ボナパルテ・ラマーミラボ・ボナパルテ・ラマーが共和国二代目の大統領になって先住民に敵対的になった。ラマー内閣はヒューストンのペット・インディアンを排除すると豪語した。ラマーは1839年にその姿勢方針を次のように宣言した。白人とレッドマンは調和をもって共に住むことはできない。 自然の理がそれを禁じている。インディアン問題に関するその答えは、彼らに対して、活発に戦争を仕掛けること、情け容赦なくその隠れ場まで追求し、帰ってくる希望もなく我々の境界から逃亡すると、考えさせるまでやることが戦争の結果として、望ましいことだというものだった。ラマー大統領は、排除すなわち、インディアン部族を白人開拓者のいないところまで、 追放することを試みた最初のテキサスの役人だった。この政策は高級的なインディアンの前線、すなわち様々に排除された部族が白人開拓者あるいは異世界なしに彼らの生活を営むことのできる境界線のようなものがあるはずだと考えるものだった。ラマーはチェロキー族がコルドバの反乱に加担した以上は テキサスの中に泊まることを許されないと確信するようになった。チェロキー族をテキサスから排除することになる。チェロキー戦争はラマーが政権を取った直後に始まった。チェロキー戦争1838年から1839年、ラマーはテキサス独立革命戦争中に中立を維持するならばその土地に対する権利を約束されてきたチェロキー族が 自発的にその土地と全資産を放棄して、アメリカ合衆国のオクラホマにあるインディアン居留地に移住することを要求した。コルドバの反乱中も、チェロキー族の約束された権利を守るとしていた、ヒューストンがこれに抗議したが無駄だった。1839年5月、メキシコ政府のエージェントであるマヌエル・フロレスが、所有していた手紙で、メキシコ政府が、 テキサス開拓者に対抗するインディアンを重保する計画が暴露された後大衆世論に支持されたラマーはテキサス東部のインディアンを追放する決断をしたインディアンがこれを拒否するとその移住を強制する軍事力を使ったネチェズの戦い1839年7月12日テキサス民兵隊はインディアン移住を交渉するための和平施設を派遣した チェロキー族はその穀物から得られる利益と移住の費用を保障する移住条約への署名に躊躇した。その後の48時間で、チェロキー族は平和的にそこを離れるが、武装した護衛兵の監視下に、テキサスから出ていくことを要求する条約の一節の、故に条約には署名できないと主張した。七月十五日、民兵隊の命令下で、朝廷委員は、テキサス人が、 即座に、インディアンの集落に興軍してくるので、平和的に去ろうという者は白旗を上げるべきことを告げた。7月15日と16日、k イイチダグラス将軍、エドバールソン、アルバート・ジョンストン、及び、デイビッド・ジー・バーネットが指揮する複合民兵隊が、ボールズ州長指揮下のチェロキー族、デラウェア族及び、小人族を攻撃した。インディアンは、 集落で抵抗しようとし、それが失敗したとき、体系を取り直そうとしたが、それも失敗した。およそ100人のインディアンが殺され、民兵隊の存在はわずか3人だった。ボールズ州長は殺されるときに、ヒューストンからもらった刀を持っていた。この戦闘後、チェロキー族はアーカンソー州に逃亡し、テキサス東部には実質上組織された。 先住民族の社会がなくなり、その土地はイギリス系開拓者に渡された。ラマーと平原部族ラマーは比較的おとなしい部族であるチェロキー族をテキサスから排除できたことで大胆になり、平原部族にも同じことをやろうとした。ラマーはそのインディアン政策を実行するための軍隊を必要とし大きな費用をかけてその組織化に乗り出した。しかし独立時に、 共和国には多く見積もっても3万人のイギリス系、アメリカ人とヒスパニックの住人しかいなかった。チェロキー族はテキサスに2000人足らずがいたのであり、特にチェロキー戦争は比較的短期間で流血も少なく済んでいたので、これを排除することは共和国にとって恐ろしい損失ではなかった。しかし、 コマンチェ族とカイオワ族は1830年代に2万人から3万人が住んでいたと推測されている。彼らには高性能の牡蠣が供給されており、かなり過剰なくらいの馬も持っていた。さらに1830年代までにコマンチェ族はインディアン同士の大きな同盟ネットワークを確立し、広い公易のネットワークも持っていた。共和国は、 民兵隊を持っていたが、持続的軍隊ではなく、そのちっぽけな海軍は、ヒューストン政権下で大きく減らされていた。チェロキー戦争以後、ラマーはその政策を追求するための人も金もなかったが、くじけることもなかった。ラマーの2年間の任期は、コマンチェ族と開拓者の間の暴力差汰を拡大することで特徴付けられた。 例えば冬の間に捕獲できたはずのパロデューリオキャニオンでコマンチェ族と戦う十分なレンジャーズがいなかった。しかし1839年ぶれコマンチェ族ペナタッカ隊の恩賢派集長たちの何人かがアパッチ族にしたようには開拓者たちを完全にその領土内から追い出すことはできないと考えるようになっていた。コマンチェ族領土の北方で シャイアン族とアラパホ族が攻撃を仕掛け、数回の天然痘の流行で、前の2世代に大きな損失を出していたことが組み合わされ、ペナタッカの恩賢派州長たちは、条約で利益につながると確信していった。それゆえに、彼らは、共和国とコマンチェリアの境界を認めさせることと、引き換えに和平を交渉するために、テキサス人との面会を申し出た。 ペナタッカ隊の戦闘派集長で最も著名なバッファローハンプはこの決定を承服せずラマーやその代理人を信用しなかった。コマンチェ族の他の11体のどれも和平交渉に全く関与しなかった。最も著名な戦闘派集長の助言に反対してコマンチェ族の1体の恩恵派集長が交渉に入ると決断したことは 歴史上わからない理由で、ラマーに、コマンチェ族は降伏する用意があると思わせることになったと考えられる。ラマーの指示は、コマンチェ族が一つの、はっきりした生態を持っていないことを理解していなかった、ことを示しているように思われる。その陸軍長官は、ラマーが、コマンチェ族に一人の人間として行動し、軍事力の脅威に屈服することを期待していることを、 明確にする指示書を発行した。ラマーの陸軍長官、アルバート・ジョンストンはその目的にために、民兵隊に、明白な指示書を持たせて、サンアントニオに派遣した。ジョンストンは、第一不評連隊長をウィリアム・エス・フィッシャー中佐に当てて、次のように書いた。コマンチェ族が、事前に了解されていたように捕虜を連れてこないような、場合は、彼らを拘束すること。 そのうちの何人かが部族の者に拘束のことを知らせるために伝令として派遣されるだろうが捕虜が送られてくるまで人質を拘束しその後に人質を解放すること。競技の家の戦闘コマンチェ族和平代表団が1840年3月にサンアントニオに到着した時ペナタッカ隊以外のどの隊も加わってはいなかったテキサス政府の施設は ラマー政権からの指示書に従って、ペナタッカ隊に拘束されている捕虜全員の返還を要求した。さらに、テキサスの役人は、コマンチェ族が、テキサス中部を放棄し、テキサス人の侵入への干渉を止め、白人開拓者全員を避けるよう主張した。それでも贈り物の申し出に引き付けられていた、ペナタッカ隊の33人の州長や選手たちは、 他に32人のコマンチェ族員を伴って来ていた。事実上彼らのすべてが家族員か老頭であり、3月19日にサンアントニオに到着した。ペナタッカ隊の著名な恩恵派州長、マクワールが代表団を取りまとめており、ほんの数人の捕虜すなわち数人のメキシコ人の子供とマチルダ・ロックハートを連れて来ていた。 マチルダは1838年に姉妹と共に捕らえられていた16歳の白人少女であり、身体的にまた性的に暴行されたと告発した。やけどの跡や鼻をそがれていたことが彼女の話を裏付けているように見えたので、その証言に意義を唱える信頼できる歴史家はいない。マチルダは他にも15人の人質がコマンチェ族の手に残っており、 部族は一度に一人ずつ見受けさせるつもりだと告げた。テキサス人はコマンチェ族に人質をすべて即座に解放するよう命令したが彼らはそれを望んだとしてもできなかったであろう。例えばバッファローハンプとペタの粉格州長は捕虜の誰をも返すことに合意しなかった。二人ともこの競技の時に事態の中にヨーロッパ人の血を引く捕虜を捉えておりその大半は コマンチェ族の中に引き入れられ、部族の中で、生まれつきの者も縁組された者もほとんど区別がつかなくなっていたので、彼らを諦めるつもりはいささかもなかった。この時、民兵隊が競技の家のドアを開け放ち、驚くコマンチェ族に降伏を要求した。コマンチェ族は、和平の死者が襲われることはないと考えていたので、その弓、槍及び火器を外に置いたままにしており、 武器としてはベルトにつけたナイフしかなかった。それでも彼らはナイフを抜いて、庭にいる仲間に大声で呼びかけ、必死に戦った。家の中にいた者は一人を除いて殺され、全部で35人が殺され29人が捕虜になった。競技の家の戦闘のその後、大襲撃とプラムクリーク競技の家の戦闘で33人の、 コマンチェ族州長が殺されたことへの報復として、残っていた捕虜のうち三人を除く、者たちが拷問を受けながら、ゆるり処刑された。残った三人はすでに部族の中に、縁組されていた。バッファローハンプは、さらなる報復を望み、その戦士たちを集め、コマンチェ族の、あらゆるタイ、タイの中の、あらゆる士族、カイオワ族を呼び、カイオワパッチ族に伝令が送られた。 およそ500人になった戦士たちと他に安らぎを与え、仕事を分かつ女性子供400人が集まり、バッファローハンプが、その大戦闘部隊を率いて、エドワーズ大地から海岸まで行く先々で襲撃を行った。ビクトリアと当時テキサスでは、第二の港だったリンビルを燃やして略奪し、コマンチェ族は数千の馬やロバを集め、リンビルの倉庫から多くの物資を持ち出した。 リンビルの人々は慎重にメキシコ湾岸側まで逃亡し、そこでコマンチェ族が略奪し町を燃やすのを絶望的に眺めていた。ロックハートに近いプラムクリークでは民兵隊が軍事歴史化が通常の状況では決してできなかっただろうということ、すなわち歴史上でも最も素晴らしい景気兵隊と考えられるコマンチェ族を追い詰めた。 マシュー・コールドウェルとエドバールソンが指揮する数百の民兵隊にレンジャー中隊すべてを加えた者がコマンチェ族の戦闘隊と走りながらの大銃撃戦を演じコマンチェ族は戦利品を守ろうとし民兵隊はインディアンを全滅させようとした皮肉なことに再度軍事歴史家によれば同じことつまりコマンチェ族を脆弱にしていたドニオクサが彼らを救った 民兵隊は近海で数十万ドルを積んだロバを取り戻して、それらの戦利品を分けることに暴殺され、コマンチェ族のことは忘れて家に戻った。民兵隊は80人の戦士を殺したと報告したが、一ダースの遺体しか発見されなかった。両軍とも満足して戻った。コマンチェ族は3000頭の盗んだ馬と多くの戦利品を抱えて戻り、 民兵隊は近海数十万ドルだった。ラマーが大統領である残り期間はバッファローハンプがテキサス人に対する戦争を継続し、ラマーはそのレンジャーズや民兵隊を使って平原部族を排除するための海戦を望む中で消耗させる襲撃と報復の試みのために費やされた。しかしコマンチェ族はプラムクリークから教訓を得て民兵隊が 大砲や大量のライフル銃を使えるような集中を行うことは二度となかった。ラマーは1840年の1年間だけでコマンチェ族に対して250万ドルという信じられないような予算を消化したが、これはラマーの任期2年間の共和国歳入総額を超えていた。サミュエル・ヒューストンが大統領の一期目を終えるとき、大衆は ラマーの強硬な反インディアン政策を支持しているように見えた。しかし大襲撃と数百の小さな襲撃、共和国の破産という事態を経過し、ラマーの政策は拒否され、ヒューストンが楽々と返り咲いた。ヒューストンのインディアン政策は、正規軍の大多数を解体したが、返京を警戒する新しいレンジャーズ4個中隊を召集することだった。 ヒューストンはレンジャーズにインディアンの土地を開拓者と不法な公益業者による侵入から守ることを命じた。ラマーの統制を超越してしまった襲撃と報復という繰り返しがなくなることを望んだ。ヒューストンの政策下ではテキサスレンジャーズがインディアンによる犯罪を厳しく罰することは認められたが以前のような紛争を始めることはなかった。双方で起こった 略奪行為には、レンジャーズが、実際の犯人を見つけて、罰するよう命令されたが、単純にそれがインディアンだからという理由で無知な、インディアンに報復はしないよう言われた。ヒューストンは、インディアンとの交渉を再開した。稼働族が最初に反応した部族であり、1842年8月に、条約の合意に達した。続いて、これを依然として、様子を見ようとしている。 コマンチェ族以外の全部族に広げた。1843年3月、ヒューストンは、デラウェア族、ウィチタ族など、他の部族との合意に達した。この時点で、バッファローハンプはヒューストンを信用し、対話を始めた。1843年8月、一時的条約、合意により、コマンチェ族と、その同盟者とテキサス人の間に休戦が実現した。 10月、コマンチェ族は、ヒューストンと面会することに合意し、バードトリデで決められたばかりのものに類似する条約を交渉しようとした。1844年早く、バッファローハンプとサンターナや、オールドールなど他のコマンチェ族指導者たちが、テフアカナフリークで条約に署名し、白人捕虜をすべて返還すること、テキサス人開拓者の襲撃を止めることに合意した。 その見返りとして、テキサス人は部族に対する軍事行動を止め、多くの交易基地を建設し、テキサスとコマンチェリアの間の境界を認めた。コマンチェ族の同盟者、ウェイコ族、タワコニス族、カヨワ族、カヨワアパッチ族、およびオイチタ族も条約に入ることに合意した。ヒューストンの2期目が終わるまでに、 23万ドル足らずを使ったが、返境に平和をもたらし、コマンチェ族や、その同盟者との条約を締結し、共和国は、議会の批准を待つだけになった。テキサス共和国の残り期間は、アンソン・ジョーンズが大統領となり、政府は、ヒューストンの政策を継承したが、ジョーンズは、テキサスの政治家大半と同様にコマンチェリアの、境会を設定したいとは望まず、 条約の規定を頓挫させた議員たちを支持した。テキサスの上院が条約の最終盤から協会規定を外した後でバッファローハンプが条約を否定して期待関係が再開された。テキサス共和国はアメリカ合衆国による併合に合意したので、それはテキサス上院の最後の行動の一つになった。 1845年2月28日、アメリカ合衆国議会は、アメリカ合衆国が、テキサス共和国を併合する、法案を承認した。テキサスは、併合が有効となる12月29日に、アメリカ合衆国の州になった。テキサス共和国が併合について、主要な動機の一つになったものは、共和国の巨大な負債の存在であり、アメリカ合衆国が併合の代わりに、 それを引き受けることに合意したことだった。1852年、この負債引き受けの代償として、テキサスが領土と主張していた土地の大部分、現在のコロラド州、カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州を呼び、ワイオミング州となったところが、連邦政府に割上された。共和国が、アメリカ合衆国に加盟したことは、平原インディアンにとって、終焉の始まりだった。 アメリカ合衆国は、現実的に、排除政策を適用する資源と人を持っており、事実そうした。最終的には1846年5月、バッファローハンプは、アメリカ合衆国とテキサス州の大きな力に、立ち向かい続けることはとてもできないと認識するようになり、コマンチェ族の代表を率いてカウンシルスプリングスでの、条約交渉に現れ、 アメリカ合衆国との条約に調印した。バッファローハンプは、ペナタッカ・コマンチェ族の戦闘派集長として、1840年代、後半及び1850年代を通じて、アメリカの役人との平和的関係を続けた。1849年には、ジョニエス・フォードの遠征隊に、サンアントニオからエルパソまでの皇帝の一部を案内し、1856年には、 ブラゾス川沿いに新しく設立されたコマンチェ族居留地にその部族に対する不幸にも最後の誘導を行った。白人馬泥棒や不法潜入者からの襲撃が続き、ペナタッカ隊は居留地では自由さがなくなり食料もあまり供給されないために不満を抱いたこともあって、バッファローハンプは1858年に居留地からその部族を移動させざるを得なくなった。 開拓者たちが実際にテキサス州内に設立された居留地のインディアンに攻撃を始め連邦政府のインディアン代理人ロバート・ニーバーズが白人のテキサス人に憎まれるようになったのがこの時期だった。ニーバーズは居留地に近いベルナップトリデとキャンプ・クーパーに駐屯するアメリカ陸軍の士官たちがニーバーズとその駐在職員に 適切な援助を与えられず、インディアンに対する適切な保護もできていないと申し立てた。様々な人々からの命を奪うという脅しが続いたにもかかわらず、ニリバーズはその任務を遂行する決心を変えず、インディアンを保護する法を執行した。ニリバーズは連邦軍に恥を知らせ、政治的に自分を助けるように仕向けて、その援助を得ると、 居留地から白人を押し戻すことに成功した。しかし、インディアンは、テキサス州内で決して安全にはならないと確信し、インディアン淳州内の安全な場所に移す決心をした。1859年8月、ニーバーズは一人の命も失わずにインディアンを、インディアン淳州内の新しい居留地に移すことが、できた。9月14日、ニーバーズが、 開拓者の一人と話をしている時に、エドワード・コーネットという男が、ニーバーズの背中から撃って殺した。歴史家たちは、その暗殺が、ニーバーズのコマンチェ族を守る、行動の直接の結果だと考えている。ニーバーズはおそらく暗殺者を知りもしなかった。ニーバーズは、ベルナップ砦の文民墓地に埋葬された。バッファローハンプの下で勝って力のあった。 ペナタッカ隊の残党は、ウィチタ山脈で宿営している時に、アール・バンドーン少佐の指揮するアメリカ軍に攻撃された。バッファローハンプの隊が、アーバックルトリデで、最近正式にアメリカ合衆国との和平条約に調印したことを知らなかったとされる、バンドーンとその部隊は、大半が女性と子供ばかりのコマンチェ族80人を殺した。 アメリカ合衆国との和平条約に調印したばかりのインディアンのみを収容していた平和な宿営地への攻撃は子供と女性ばかりを殺しコマンチェ族との戦闘としてバンドーンから報告され歴史家によってはウィチタ山脈の戦いとして今日でも記録されている。これにもかかわらず年を取り疲れていたバッファローハンプは追随者の残りを率いて オクラホマのインディアン12州内にあるコブトリデに近いコマンチェ居留地に入った。そこではコマンチェの伝統的生活様式が失われたことを大いに悲しんだとされるが部族民の模範となるために家屋と農場を求めた。バッファローハンプは牧場と農場を営む者として生き延びようとしながら1870年に死んだ。 1856年から1858年の期間は、テキサスの開拓者たちは、コマンチェ族の領土であるコマンチェリアに開拓地を広げ続けたので、そのフロンティアでは特に敵意に満ちた流血の多いものとなった。1858年は、リトルローブ、クリークの戦いを頂点とする、テキサス人が初めてコマンチェリアの心臓部へ侵入する。 作戦行動、いわゆるアンテロープヒル作戦で特徴づけられた。この戦闘は、コマンチェ族領土の心臓部へ力づくで攻撃をかけたものであり、存続能力のある部族としてのコマンチェ族の終焉の始まりを告げるものだった。コマンチェ族の貴重な狩猟場は、好き互いやされ、馬の群れのための牧草を抱えた山並みは、失われていた。 コマンチェ族はその母国であるコマンチェリアがイギリス系テキサス人開拓者によって次第に侵食されていることを認識しバッファローハンプの宿営地に対する攻撃のような事件は居留地を離れたコマンチェ族に何の保護も期待できないことを示していたコマンチェ族はテキサス人に対して一連の凶暴で 血ぬられた襲撃で反撃していた。1858年までに12あったコマンチェ族の隊のうち5体のみが生き残っており、そのうちの1体、ペナタッカ隊は、居留地のほんの数百の民にまで減っていた。コマンチェ族の残党は、その生活様式が失われていくのを認識し、信じがたい暴力で反撃した。アメリカ陸軍は、 暴力沙汰を完全に封じることはできないと認識した。連邦軍は軍事的配慮よりも政治的に駆逐できるように見えるという理由でこの地域から転出させられていた。同時に連邦法や多くの条約で連邦が保護するインディアン準州内に州兵が侵入することを禁じていた。同様にアメリカ陸軍もインディアン準州内のインディアンを攻撃しないように あるいはそのような攻撃を許さないように指示されていた。その命令の背後にあった理屈は、チェロキー族のような多くの先住民族が農業に携わっており、平和な開拓者として生活しているということだった。コマンチェ族やカイオワ族のような他の部族は、コマンチェリアというインディアン順州の一部を生活のために使い続けながら、一方で、 テキサスの白人開拓者への襲撃も続けていた。連邦政府、テキサス州及び先住民族の間の関係はテキサス併合の結果として持ち上がった特徴的法律問題で複雑になっていた。連邦政府はアメリカ合衆国憲法によってインディアン問題に関わる責任があり、テキサスが1846年に州になった後はその肩代わりをしていた。 しかし、テキサスがアメリカ合衆国に加盟する条件として、新しい州は公有地の管理を続けた。他の新しい州の場合にはすべて、ワシントンが公有地とインディアン問題を管理したので、様々な集団に対する居留地を保障する条約を作ることができた。しかし、テキサス州の場合、連邦政府はそれができなかった。 テキサス州はその領域内でインディアン居留地のためにこういう地を提供することを断固として拒んだが一方で連邦政府にインディアン問題の費用など細部に責任を持ってくれることを期待していた連邦政府がテキサス州に派遣したインディアン代理人はインディアンの土地に対する権利がフロンティアを平和にするための鍵でありインディアンの母国に関する問題で テキサス州当局の非協力的態度がある限り、平和は訪れないことが分かっていた。アンテロープヒルデの作戦、テキサス人のコマンチェリア侵略1858年、テキサスにアメリカ軍第2騎兵隊がいなくなったことは開拓者たちにとって特に大きな打撃だった。テキサス州知事ハーディン・ラネルズは襲撃を終わらせることを公約にして1856年の 選挙戦を戦った。ラネルズは、第二機兵隊がユタに転出し、最終的には、解体された時に驚愕と怒りを公表した。ラネルズは、テキサスがアメリカ合衆国に併合された後で原因され、解体していたレンジャー大隊を再編成することにした。1858年1月27日、米北戦争の古参レンジャーで返京での、 インディアンファイターである、ジョン・サーモン・リップ・フォードを対かつテキサス・レンジャー、民兵隊及び同盟インディアン部隊の指揮官として任命し、コマンチェ族の母国であるコマンチェリアの中で、コマンチェ族に戦いを挑むよう命令した。フォードは残忍で、現実的なインディアンファイターとして知られていた。見つけることのできたインディアンを男であろうと女で、 あろうと全滅させることになる集落への攻撃を命じることに何の躊躇もなかった。このためにフォードが理由付けしたことは単純だった。コマンチェ族の襲撃は開拓者の扱いにおいて残酷だということだった。フォードは残酷さには残酷さで対処することにした。ラネルズはフォードに対して 私はあなたに行動と活力の必要性を訴える。見つけることのできた敵の、あるいは敵と疑われる、インディアンの通った道をすべてたどり、可能ならば、有効的ではないインディアンに追いつき罰することだと、大変明確な命令を与えた。1858年3月19日、フォードは、現在のフォートワース市となったところに近いブラゾス、居留地に行った。 トンカワ族をその軍隊に徴収した。フォードとトンカワ族州長プラシドは、コマンチェ族とカイオワ族をカナディアン側の丘の中にある、本拠地まで追跡して、ウィチタ山脈に入り、可能ならば、戦士を殺し、食料供給源を破壊し、家屋や家族を襲って、その戦闘能力を完全に破壊することに決めた。1858年4月、フォードは、 以前ベルナップの町があったところにキャンプラネルズを設立した。フォードはこの時も敵のあるいは敵と疑われるインディアンの通った道を全てたどり最も厳しくてっ取り早い罰を与えるのであり、いかなる元からも妨害を認めないというラネルズの明白な命令に従って動いていた。4月15日、フォードのレンジャーズはトンカワ属選手と共に テキサスのブラゾス居留地にいた、アナダルコ族と小人族の石膏を連れ、レッド川を渡って、インディアンジュン州に入った。この部隊は、オクラホマのインディアンジュン州内にあるコマンチェリアの一部に、進軍した。フォードがその部隊を連れてレッド川を渡り、インディアンジュン州に入ったことは、連邦法と多くの条約に違反していたが、後に、彼の仕事は、 インディアンを見つけて戦うことであり、地形を学ぶことではないと語った。リトルローブ、クリークの戦い5月12日の日の出時、フォードとそのレンジャーズ、トンカワ族連合軍は、コマンチェ族集落への攻撃で終日続いた戦いを始めた。リトルローブ、クリークの戦いは、実際に1日の間の3つに分かれた戦闘で構成された。 最初の攻撃は、レンジャー部隊の石膏が見つけた、最初の集落へのものだった。二つ目は、カナディアン側のいくらか上流にあった、アイアンジャケット州長の大きな集落への、追撃攻撃だった。この戦闘で、アイアンジャケットが殺され、集落の残り部隊は、フォードと戦うために到着した、コマンチェ族の、第三部隊を伴ったペタの粉の妨害で救われ、 カナディアン側に沿ったすべての集落は素早い撤退を行った。ペタの粉は銃撃戦であっても自分の戦士たちがレンジャーズにとても対抗できないと分かっておりそのような戦闘を行わせるつもりはなかった。レンジャーズやトンカは族を1対1の決闘に誘ったりするなど使えるあらゆる策略を用いて敵の動きを遅らせ。 上流の集落が安全に撤退できるようにした。ペタの粉はこの作戦に成功した。リトルローブ、クリークの戦いは、テキサス人の軍隊が初めて、アメリカ合衆国の連邦法や多くの、インディアン条約に違反して、警告なしに集落を攻撃し、同盟インディアンであるトンカは族に戦闘で殺した、コマンチェ族の肉を食べることを許したことで著名である。リトルローブ、 クリークのその後、1858年から1860、リトルローブ、クリークの戦いは、女性や子供の犠牲者に対する態度で、テキサスの対インディアン戦闘スタイルの典型となった。フォードは、平原インディアンと戦ったあらゆる戦闘で、女性や子供を殺害したと非難されたが、選手と女を見分けるのは、難しいと言って肩をすくめて見せた。フォードの陰鬱なジョークは、 犠牲者の年齢や性にはお構いなしだったことを明確にした。フォードは女性や子供を含めインディアンの襲撃時の開拓者の死を全てのインディアンに年齢、性、戦闘員に構わなくさせるためにドアを開けることだと考えた。トンカワ族戦士はレンジャーズと共にコマンチェ族犠牲者の血のついた手や足を勝敗として馬に飾り付けることで勝利を祝った。 レンジャーズは敵の死体の大半が様々に体の一部を失っており、トンカワ族は血染めの器を持ち、その夜の恐ろしい勝利の縁の前触れとしたと語った。置いたアイアンジャケットが着ていた鎖片びらは屋根の苔ら板のように彼の体を覆っていた。レンジャーズはその鎖片びらを切り取り、勝敗としてバラバラにした。アンテロープヒルでの攻撃は、 コマンチェ族がもはやコマンチェリアの心臓部であってもその集落の安全を守れないことを示した。リトルローブクリークでトンカワ族がテキサス人に忠誠を示したことへの保障他のインディアン部族はトンカワ族のテキサス人に対する忠誠を忘れることがなかった。年取ったプラシドがその部族民を敵から守ることを嘆願したにもかかわらずトンカワ族は ブラゾスの居留地から移動しデラウェア族、小2族及び稼働族と共に、オクラホマの居留地に入った。1862年、これらの種族の戦士たちが合同して、トンカワ族を攻撃した。トンカワ族に残っていた309人のうちの133人が、この虐殺で殺された。死者の中には年取った、プラシドも含まれていた。今日、 オクラホマの居留地には15家族以下のトンカは属しか残っていない。シンシアンパーカー1860年12月18日、テキサス州、フォード郡のマーガレット町近く、ミュールクリークで起こったことについては2つのはっきり異なる説がある。公式の記録では、ローレンス・エスロスとその部隊が、 コマンチェ族のノコニ体を吸収することに成功し、その指導者であるペタの粉を含みノコニ体を消し去った。しかし、クアナ・パーカーによれば、その父はその日はおらず、殺された。コマンチェ族は事実上、バッファローの皮を干し、肉を乾燥させていた女性と子供ばかりだったということである。いずれにしても12月18日の夜明けに、ロスの指揮するレンジャーズと民兵隊が、 ピース側の支流であるミュールクリークで宿営していたコマンチェ族を見つけて驚かせたということでは一致している。一人の女性を除いて全員が殺されたが、その女性は白人だと認識され生き残らされた。彼女は後にシンシアン・パーカーだと分かった。他にも生存者がおり、ロスに救われた10歳の少年とシンシア・パーカーの赤ん坊の娘。 フレーリーフラワーだった。シンシアン・パーカーはその白人家庭に戻され、その家族は彼女が夫や子供の元に戻らないよう密に見張っていた。シンシア・パーカーの娘がインフルエンザで死んだ後、その亡くした息子を見つけるためにコマンチェ族に戻ろうとしたのを彼女の守護者たちが認めなかったので、職を拒んで餓死した。 南北戦争は平原に信じがたい流血と混乱をもたらした。騎兵隊がよそでの戦闘のために平原を離れ、多くのレンジャーズは南軍に入隊したので、コマンチェ族など平原部族がコマンチェリアから開拓地を押し返し始めた。開拓前線は最終的に100マイル以上も押し戻され、テキサスの平原は放棄され、燃やされた農場や開拓地で散りばめられた。 しかし、インディアンの人口はコマンチェリア全域支配を取り戻せるほど十分ではなかった。1864年の晩秋、ヤング軍で、コマンチェ族とカヨワ族500名、内市1000名の戦士隊がブラゾス川地域中部を襲撃し、事実上すべての牛、馬及びロバを盗み、村トリデを拠点とする市民を包囲した。市民軍がなんとか、砦を守り、 戦士隊は10人の女性と子供を捕虜にして北に戻った。第1次、アドビウォールズの戦いは1864年11月26日に起こった。アドビウォールズは、ウィリアム・ベントの非防止レンガ作りの交易基地と酒場が放棄された廃墟であり、ハチンソン軍のカナディアン側に近かった。この戦闘は、白人と大平原のインディアンとの間で参加した。 戦闘員の数では最大級のものになった。ニューメキシコ軍事地区指揮官のジェームズ・ H ・イチ・カールトンがサンタフェ・ニグルマ隊を攻撃するコマンチェ族とカイオワ族を罰することにしたことから起こった。インディアンたちはニグルマ隊を自分たちが生きるために必要なバッファローや他の獲物を殺す侵入者と見ていた。キット・カーソン大佐がニューメキシコの志願兵である。 第一騎兵隊式を任され、コマンチェ族とカヨア族の陶器宿営地に進行して、作戦行動を行うよう告げられた。問題の宿営地は、カナディアン川南岸のどこかと報告されていた。1864年11月10日、カーソンは335名の騎兵、75名のユト族を呼び、ジカリラ・アパッチ族の石膏を率いて、バスコムトリデを出発した。 それらのインディアンは、ニューメキシコ準州のシマロンに近いルシアン・マクスウェルの牧場から調母していた。11月12日に、カーソン隊は、ジョージ・ H ペティス中尉の指揮する、山岳榴弾砲2門、27両の入馬車、1両の救急車両、45日間の食料を補給し、カナディアン川を下って、テキサス州の回路地帯地域に入った。 カーソンは20年前にベントに雇われていたことから勝手を知っているアドビオウォールズにまず進行することにした。季節には早い風雪を含み厳しい気候が歩みを遅らせ、11月25日に第一期兵隊はアドビオウォールズから約30マイル西のムア郡ミュールスプリングスに到着した。石膏がアドビオールズでインディアンの大宿営地があることを報告したので、 カーソンは、騎兵隊に前進を命じ、入馬車や、榴弾砲が後からついてくるようにした。11月26日の夜明けから約2時間後、カーソンの騎兵隊が、カイオア族の150個の集落を攻撃した。ドハーサン州長と部族民は逃げ出し、近くの同盟、コマンチェ族集落に警告を伝えた。カーソンは、 アドビウォールズまで進んで午前10時頃に、そこに残酷を掘り、廃墟の一角を病院に使った。カーソンはその地域に一つの、大変大きな集落を含め数多い集落があり、総計では3000ないし5000人のインディアンがいることが、わかり、予測していたよりも、はるかに大きな勢力だったので、当枠した。カイオア族のドハーさんがスタンブリングベアヤさ タンタの助けを借りて、最初の攻撃を仕掛けてきた。サタンタは、カーソンのラッパ誌の音に応えて、ラッパのように聞こえる音を返したと言われている。カーソンは物資に乏しくなり始めたので、午後には部隊に退却を命じた。怒れるインディアンはその退路を塞ぐために川に近い、草地ややぶに火を放った。しかしカーソンは火を避けて高台に撤退し、 そこで二門の榴弾砲を使ってインディアンの攻撃を防ぎ続けた。白母が近づいた時、カーソンは石膏たちの一部に最初の集落の小屋を燃やすよう命じた。カイオワーパッチ族の州長アイアンシャートは、そのティピーを離れるのを拒んだ時に殺された。アメリカ軍は戦場から押し返された者の,のカーソンの任務は勝利に終わったと宣言した。 南北戦争が終わると実質的に平原インディアンに終わりをもたらすことになった。アメリカ合衆国は数百万の武装した勢力を持っており平原で残っている抵抗勢力を従わせるために事実上無限の人と資源を持ってくることができた。平原部族の最後の者が降伏するのは単に時間の問題だった。 バッファローは、平原部族にとって、主要な食料源であるだけでなく、大平原で生きていくために事実上必要な全ての、ものを与えてくれていた。平原インディアンは、バッファローの周辺で、独自の文化を発展させ、独自の生活様式を作っていた。南北戦争の時、平原インディアンの全生活様式は、単一種の動物に依存していた。 24内二28の部族はバッファローを食料、補給物資、戦争と狩りの道具などあらゆるもの合わせて52の異なる方法で利用する術を編み出していた。例えば蝶は煮詰めて煮革として使った。背中のコブは実際に丈夫なものなので盾を作るのに使われ、革はティピーを作るときに使われた。 一つのティピーにはおよそ十二内し十四の川を必要とした。アメリカ軍は平原インディアンを居留地に追い込む最も容易で早い方法がバッファローという供給源を破壊することでインディアンの生活様式を殺してしまうことだと分かっていた。インディアンは文字通り家屋、道具、衣類、さらには食料をバッファローの頼っていた。 バッファローハンターがバッファローを殺し尽くしてしまえば、実質的に、平原インディアンを殺すことになった。白人が大平原に到着した時は1500万、ないし6000万頭のバッファローがいたと言われる。1899年までに生き残っている、バッファローは戦闘に満たなかった。カイオア族戦闘派の州長サタンタ1871年、カイオア族戦闘派州長サタンタが、 テキサス州内でスードニグルマ隊を襲った。その破滅のもとは1871年5月18日にウォーレンニグルマ隊を襲撃したことだった。この攻撃の直前にインディアンたちは少数の護衛士会内陸軍の救急隊に危害を加えずに通ることを許した。それに乗っていたのがウィリアム・シャーマン将軍だった。このニグルマ隊は艦上体系に変えることで 戦士隊に戦いを挑み、ロバはすべて間の中心に入れた。これにもかかわらず、戦士隊は、荷車隊のすべての物資を捕獲し、7人の漁舎を殺しその体を切断した。しかし5人の男が逃げ延びた。ラナルド S ・マッケンジー大佐がこの事件について知るや、否や、このことをシャーマンに知らせた。シャーマンとマッケンジーは、襲撃を行った戦士たちを捜索した。 サタンタは愚かにも、自身やサタンク及びアドウエッタが襲撃に関わったと自慢していた。シャーマンは自ら彼を逮捕した。州裁判所にかけられた最初のインディアン指導者たちシャーマン将軍は、サタンタ、サタンク及びビッグツリーの裁判を命じて、彼らをアメリカ合衆国の裁判所で襲撃の罪で裁かれる最初の先住民指導者にした。シャーマンは、 テキサスのジャックスボロまで3人の準州長クラスの者を連れて行き、殺人罪で裁判にかけさせた。サタンクは裁判のためにリチャードソン取り出に行く間に脱走しようとしたが殺された。サタンクは死の歌を歌い始め、護衛の一人からライフル銃を奪うことに成功したが、発砲できる前に射殺された。その遺族が引き取りに来ることを恐れてその遺体は、 埋葬されずに道に放置されていたが、マッケンジー大佐がサタンクの遺族にその遺体を無事、引き取れるよう確保した。シャーマン将軍が、海王オワ族戦闘派集長たちを裁判のために、ジャックスボロまで送ることを決めたとき、彼は見せしめにしようと思った。彼が望まなかったことで起こってしまったことは、裁判がサーカスになったことだった。 まず二人の海洋ア族を弁護するために指名された二人の弁護士が軍隊の望んだある主文民の授業に参加する代わりに実際はインディアンを代表した。その裁判における弁論戦略は二人の州長が単にその部族の生き残りのために戦ったということであり、これが世界中の注目を引き、全家庭に対する反対を刺激した。 さらには、インディアン問題担当局も全過程に反対することを選び、二人の州長は、アメリカ合衆国と戦争していたのだから、文民の司法権は及ばないと主張した。インディアンも弁解しなかった。サタンタは、もし彼が処刑されるならば何が起こるかを、私は、部族の民の中で偉大な州長である。もしあなた方が私を殺すならば、 それはプレーリーにおける火花のようなものになるだろう。それが大火を生じる。恐ろしい大火を。と警告した。サタンタは殺人罪で有罪とされ死刑を宣告された。ビッグツリーも同様だったが、テキサス州知事エドマンド・デービスは、いわゆるクエーカー教の平和政策という指導者たちからの大きな圧力のもと。 裁判所の裁定を覆し、両人の罰として、終身刑を与えた。サタンタとビッグツリーは、テキサス州ハンツビル州立刑務所で2年間収監された、後に釈放された。ハンツビルでのサタンタの釈放、再逮捕を呼びし、サタンタは1873年に釈放され、間もなく、バッファローハンターを攻撃することに戻り、アドビオールズの襲撃にもいたと言われた。 しかしカイオア族の人々は彼がその戦闘に関わったことを否定しその場にいなかったと言った。サタンタはその戦いの槍やその他指導者の象徴を若くさらに攻撃的なものに渡していた。しかし彼が戦いの場にいたことは保釈の条件に違反しており政府は逮捕を要求した。 サタンタは1874年10月に降伏し、集計無所に戻された。サタンタは道路工事で働くことを強いられ、監守の報告ではその部族民の伝統的両場のことを何時間も語り、衰えていくように見えたということだった。クラレンス・ウォートンはその著書、テキサス州の歴史の中で、監獄のサタンタについて、次のように語った。 彼が1874年に刑務所に戻った後、脱走の望みもなかった。しばらくは鎖をつけられて働き、ミズーリー・カンザステキサス鉄道の建設を助けるようになった。彼は不機嫌になり、精神を病み、彼の民の両場がある北の方を、監獄の窓口し越しに何時間も眺めていることが、 あったサタンタは1878年10月11日に刑務所病院の高い窓から飛び降りて自殺した。ビッグツリーも釈放されたが、サタンタとは異なり、ハンツビルに送り返されることはなかった。ヌーンはサタンタの場合と同様に戦場でビッグツリーを見たと誓うことになった。1872年、いわゆるクエーカー教の平和政策が完全に破綻したが、 法的には依然として法であり、シルトリデを出た軍隊は公式にはコマンチェ族に対して戦闘を仕掛けることはできなかった。しかし、アメリカ軍はステークと平原にあるコマンチェリアの心臓部でコマンチェ族に攻撃をかけたいと願い、1872年7月には実際にそうなった。捕獲されたコマンチェ人エドワルド・オルティスが軍隊にコマンチェ族は ステークト平原のレッド川沿いにある陶器両場にいると告げた。テキサス方面軍指揮官のクリストファー・シー・オーガー将軍はテキサスの根拠取り出からナポレオン・ボナパルト・マクローリン大尉の指揮による派遣部隊を1872年春に2ヶ月間の偵察行動に送った。マクローリンは取り出に戻り、コマンチェ族の主力部隊がステークト平原の宿営地にいると確言した。 オーティスは陸軍がその地帯ならばうまくミサオ軍できるとも主張した。オーガー将軍はラナルド・マッケンジー大佐をサンアントニオに呼び出し、そこで戦略会議を開いた。この会議から陸軍はステークと平原のコマンチェ族の本拠地に対する作戦、行動を始めた。1872年9月28日、テキサス州。 グレー軍のマクレランクリーク近くで、ラナルド・マッケンジー大佐の指揮する、騎兵隊が、カイオチェと、モーエーの下のコマンチェ族集落を襲った。この、戦闘は、実のところ、陸軍が完全に吸収で、宿営地を襲うことができたので、インディアンの男、女及び、子供たちの虐殺であり殺戮だった。集落の住人の大半が捕まえられた。 コマンチェ族の捕虜は見張りをつけられ、根著取り出まで移送され、冬の間そこで収監されていた。マッケンジーはこの捕虜たちを、居留地から出ているインディアンに居留地に戻ってきさせ、また、白人捕虜を釈放させる取引材料に使った。マッケンジーの計略が功を奏し、戦闘から間もなく猛兵とパラオクムが落ちチタの、インディアン局近くにその部隊を移動させた。 インディアン捕虜の中にその家族も含まれていたノコニの州長ホースバックは自発的にコマンチェ族を説得して盗んだ家畜やクリントン・スミスを含む白人捕虜と自分たちの女性や子供との交換取引に応じさせた。この出来事はアメリカ合衆国が初めてコマンチェリアの心臓部でコマンチェ族を攻撃して成功したこととなり ステークと平原はもはや安全な天国ではないことを示した。さらに、この戦闘は、陸軍が荒々しいコマンチェ族を、居留地に移そうと考えるならば、彼らの集落を破壊することであり、居留地の外では生きていけなくすることだということを、証明した。マッケンジーの戦術はシャーマンが1874年の、レッド川戦争で、さらにそうする要件源を与えた。 成功例となった。1874年に起こったパロデューロキャニオンにおける集落へのマッケンジーの攻撃とトゥールキャニオンにおけるコマンチェ族の馬群の破壊はこの戦闘をそっくりそのまま映したものであった。カイオア族が描いた戦闘の様子歴史書ではレッド川戦争が公式には1874年7月20日に始まったことになっている。この日、 シャーマン将軍は、フィリップ・シェリダン将軍に、テキサス州西部とオクラホマの平原で、カヨア族とコマンチェ族に対する攻勢を開始し、彼らを殺すか、居留地に追い込むよう伝報を打った。陸軍は、本質的に1872年に、マッケンジーが、北支流で取った戦術をそのまま採用した。つまりコマンチェ族を、冬の拠点で攻撃し、その集落を破壊して、 居離地外では、独立して生きていく能力を奪うことだった。1974年夏、アメリカ合衆国はその軍隊を使って、コマンチェ族、カヨワ族、カヨワア,アパッチ族、シャイアン族の南部部隊、及びアラパホ族を南部平原から排除する作戦を始めた。この作戦は、インディアン巡州にある、居離地に、彼らを移住させることを意図された。 1874年の作戦は、この開拓地域を平和にするための以前の軍隊行動とは異なっていた。レッド川戦争と呼ばれるものは、南部平原部族の文化と生活様式を終わらせ、平原部族を部族として終わらせることになった。レッド川戦争の作戦は、バッファローハンターたちがアメリカバイソンをほとんど絶滅させるまで勝った時期と、 時を同じくして戦われた。バイソンもそれなしで暮らすことになった部族も同時に絶滅に近くなった。アメリカ陸軍と平原インディアンの間には、レッド側戦闘の間におそらく20回の戦闘があった。装備が優れ、物資も豊富なアメリカ陸軍は、単にインディアンを走り続けさせ、最後は食料、を弾薬さらには戦闘能力も枯渇させた。 第二次、アドビウォールズの戦いは、レッド川戦争の間に起こった。平原部族は、自暴自棄が募り、バッファローハンターたちが、自分たちの食料かつ部族民の生存手段、そのものを殺していることを認識した時だった。コマンチェ族、カイオワ族、シャイアン族など平原インディアンの合同によって、およそ700名の部隊となり、アドビウォールズの廃虚で祝縁している。 バッファローハンターたちを攻撃しようとした。1874年6月27日、同盟インディアン部隊はアドビオールズで宿営している28人の漁師と一人の女性を襲った。守備側が眠っておれば攻撃側が期待したようにたちまち圧倒して全員が殺されていたであろう。 クアナ・パーカーが提案したように攻撃側が損失を、返り見ずにその建物に突撃しておれば、守備側はやはり圧倒されていたことだろう。しかし、守備側は目覚めており、その長距離射程バッファロー砲が攻撃を無意味にした。おそらく、ビリー・ディクソンが、古き西部で最も有名なライフル使いとなった。この時建物から1マイル離れた崖の上に、座っていたインディアンを殺した。 この時点で、クワナ・パーカーは負傷し、インディアンたちは攻撃を諦めた。これはインディアンが平原を守ろうとした最後の大きな試みであり、単に武器の差があまりに大きくて勝てなかった。マッケンジー大佐とその第41期兵隊は1874年遅くから1875年に、なるまでクワナ・パーカーとその追随者を追跡した。 リャノエスタカードの登園に沿ったインディアンの隠れガには5体に分けて集結させる動きを使った。1874年9月28日、マッケンジーはこの作戦行動の中でも最も大胆で決定的なものになった戦闘でパロデューロキャニオンにあったインディアン集落を5つ破壊した。トゥールキャニオンでインディアンの馬群3000頭を破壊したことは、インディアンにとって 最後の貴重な所有物を取り上げ、その家屋や食料源を破壊することとともに、インディアンの抵抗そのものを破壊した。11月5日、マッケンジー軍は小さな戦闘に勝利し、彼にとっては最後のコマンチェ族との戦闘になった。1875年3月、マッケンジーはシルトリデの指揮官を引き受け、コマンチェカイオワとシャイアンアラパホの居留地を管理した。 マッケンジーは、医者で基地の通訳であるジェイコブ・ジェイ・スタームを、クアハダ隊の降伏を交渉させるために派遣した。スタームは、その部族民に、大きな影響力を持つ若者と呼んでいたクアナを、発見し、平和的に降伏させるために説得した。マッケンジーは自らクアナが降伏するならば、名誉を持ってその部隊を退遇し、誰も攻撃はされないという伝言を送った。 一方で、スタームは、幸福を拒む男、女及び子供なら誰でも捕まえるというマッケンジーの言葉も伝えた。クアナは後に死ぬ用意があったと語ったが、女性や子供たちを死なせることは嫌った。クアナはもし自分が幸福しなければ、あらゆる男、女及び、 子供が捕まえられ殺されると言った時のマッケンジー大佐を信用した。クアナは、あるメサに、馬で乗り進み、そこで一匹の狼が彼の方に向かってきて吠え、小走りで北東に立ち去るのを見た。頭上には一羽の足が、ノラクらと滑空し、羽を羽ばたかせて、シルトリデの方向に向かったと、スタームが後に報告した。 これは、お告げだとクーアナは考え6月2日に、現在のオクラホマ州にあるシルトリデにその部隊を連れて行き、降伏した。この日、平原インディアンは、独立した部族としては消滅し、その生活様式は、完全に破壊された。アメリカ陸軍に対して、平原部族の最後に指揮したクアナ・パーカーは疲れも、知らずに、自分たちを潰した、イギリス人の世界に、 部族民が抵抗できるように働き始めた。旧敵であるマッケンジー大佐からコマンチェ族の唯一の州長に指名され、白人の世界で教育と生きていくための能力を部族民にもたらすよう懸命に努めた。クアナはその部族民の土地がまとまっているように努め、それが政治的に難しくなった時には、その部族民のためにできる最善の取引を行うよう努めた。 ヨーロッパ人が大半を持ち込んだ病気によって先住民の人口を激減させた。人類学者のジョン・シー・ユー・ワーズは1528年から1890年の間に主に天然痘とコレラなど少なくとも30回の薬病の流行があり、テキサスのインディアンの場合はその人口の95%近くを減少させたと考えている。 コマンチェ族の人口は1780年から1781年と1816年から1817年の2回の薬病流行だけで半減した。歴史家の多くはこの2回の薬病で2万人以上あった人口が8000人足らずまで減ったと考えている。イギリス系テキサス人の技術と戦争がこの過程を完全にした可能性があるが、 平原インディアン衰退の最も大きな原因は薬病である。テキサス革命の時に、テキサスには3万人のイギリス系とヒスパニック系の開拓者がおり、他に約1万5000人の平原インディアンがいた。開拓者たちは単発の武器しか装備しておらず、コマンチェ族は特にその武器の使い方を学んで対抗できた。スペイン人、続いてメキシコ人、さらに、 テキサス人が単発の武器では、騎馬戦術に熟達し馬に乗ったまま、弓を使うことで知られた恐ろしいコマンチェ族系騎兵を打ち破るには不十分であることを学んでいた。戦闘中にコマンチェ族は常に動き続け、戦闘の混乱の中では、敵の古い単発銃では標的を外させた可能性が強い。コマンチェ族は、 敵が弾はめできる前に容易に殺すことができた。コマンチェ族は敵中率では弓の方がはるかに高かったが過小評価されてはいても単発銃の使い方を極めてよく学んだ。コマンチェ族はスペイン人による北アメリカへの侵略を止めた。彼らはスペインが持ち込んだ最良の軍隊に 直面してもその母国を守り、さらに拡張するという他の先住民族では、成し得なかったことを成就した。18世紀後半、コマンチェ族は、ニューメキシコにあった馬をすべて盗んだと言われている。連発ライフル銃とレボルバー拳銃が導入されるまで、武器と戦術は、決定的に、平原インディアン側は、特のコマンチェ族が有利だった。 1841年のバンベラパスの戦いで初めてレボルバー拳銃がコマンチェ族に対して使われこれがその優秀性でテキサス人が明らかに軍事的利点を持ち始めた時だったこういった不利にもかかわらずおそらく平原部族を終わらせたのは薬病だった1860年までにテキサス州内には8000人足らずのインディアンと60万人の イギリス系開拓者が住むようになっていた。テキサス人は連発ライフル銃とレボルバー拳銃を多く使うようになった。多くの軍事歴史家はテキサスのインディアン戦争で決定的な動きを作ったのはレボルバー拳銃の導入だったと考えている。いずれにしても純粋な人口差と兵器の差によって平原インディアンがその土地を死守できる可能性を終わらせた。歴史家。 ゲイリー・アンダーソンはその著書、テキサスの征服、約束の地における、民族浄化、1820年から1875年、で、テキサスの新年は、テキサス・レンジャーズに祀られたと言っている。アンダーソンによれば、レンジャーズはインディアンが良くても、大地に権利を持っていない、人間以下のものであり、純粋で後期で無実の開拓者を攻撃したと。 信じていた。インディアンを殺すことは、テキサス州の第二大知事、ミラボービーラマーが、全消失を目指す、絶滅戦争といった時に、政府の政策になった。ありがとうございます。